ただきたいと思うんですが、映画はお好きですか皆さん。ああそうですか。さあそれでは今から映画の予告編を2本ご覧いただこうと思います。ではどちらのチームからいきましょうか。先ほどのくすみチームからいきましょうか。ではめっちゃ怒られる俺これ。外される。何のジャンルの映画がいいですか。ホラー。ホラーです。ホラー映画でタイトルは先ほど皆さんからいただいた、今度はあのアニメの主人公っぽい言葉、これをタイトルにさせていただこうと思います。書いていいタイトルです。あ、今日はやっぱりドラマチックなのが入ってそうで期待できますね。さあ、私が引いた紙にはこう書いてありました。私の物語はまだまだ続く。はあ、ちょっとホラーっぽい。ちょっとホラーっぽいね。私の物語はまだまだ続く。これを今からムービートレーラーと呼ばれる即興劇の形式でご覧いただこうと思います。お見せするのは予告編だけです。秋の大作ホラー映画、私の物語はまだまだ続く。では準備はよろしいですか。よろしいですね。では参りましょう。ご覧いただきます。ホラー映画、この秋の超大作、私の物語はまだまだ続く予告編ご覧ください。どうぞ。パラマウント映画。ちょっと
まり活躍してなかったと思う方ブーイングをどうぞ。これ自動的と言わずみんなでやっぱり大きい声を出すのがこのイベントでございます。それでは次に期待します。ゾフィーがほとんど活躍してなかったと思う方ブーイングをどうぞ。もう一度ではゾフィーを外した状態で全く同じ予告編をご覧いただこうと思います。覚えてますか？いきますよ。それでは5人バージョンで見せてください。ホラー映画秋の超大作、私の物語はまだまだ続く予告編5人バージョンご覧ください。どうぞ。パラマウント映画ちょっとちょっとちょっと出てみよう。何も喋らないんです。え、それ俺もです。先輩は、うん、確かに何も言わないと一言聞こえた言葉が。なんで怒るでしかし分かってない恐怖にあなたは耐えることができるのか。死んでやる。俺はもう死んでやる。あれはなんだ。
秋のホラー映画大作私の物語はまだまだ続く3人バージョン予告編ご覧ください。よーいスタート。パラマウント映画
ああ、うわ、うわ、めっちゃいいだな。
一人一回だけお願いいたします。一番左から僕が良かったと思う方拍手をどうぞ。はい、ありがとうございます。その隣キャンサーが良かったと思う方拍手をどうぞ。さあ次ナオミ今更確認してしまいました。ナオミがいいと思う方拍手をどうぞ。さあその隣ハッシャンが良かったと思う方拍手をどうぞ。最後アンチングが良かったと思った拍手をどうぞ。今夜は2番目キャンサーが消えるようです。さあそれでは4人バージョンを準備してください。いきます。4人バージョンでご覧いただこうと思います。一体誰が首を吊るんでしょうか。奥に任せて予告編4人バージョンご覧ください。どうぞ。来ないでユニバーサルスピルバーグ最新作ブラッドピットのお疲れ様です。
ありがとうございます。右、発射が良かったと思う方、発射でございます。これはギリギリノブですかね、聞いた感じね。では、ノブの。それでは、一人によります。サスペンス映画予告編、僕に任せてご覧ください。どうぞ。来ないで、来ないで。ユニバーサル、スピルバーグ最新作。ブラッド・ピット、切り離してるんだ、僕に任せて、一緒が転がってるんです。を見てみたいと思った方は拍手を。それでは僕に任せてを本日の映画と決めさせていただこうと思います。